ミニッツオードシリーズは、教商が2005年より発売している1-27スケールの RC カーである。ミニッツレーサーシリーズのうち、唯一の4輪駆動形式である。第1弾の車真片目は MA、MA-010。ボディは MR、MR-015、MR-01 のボディのほとんどと、MR-02 の一部が装着可能。 ミニッツの他のグレードに比べドリフト走行に適している。MA-0102005 年発売。ミニッツレーサーの派生モデルで四輪駆動となった。ほとんどの MR-1.015 用ボディが流用できる。オプションパーツを装着することによって一部の m r 0に、用ボディも使用することができる。後にアスフ基板が搭載されたモデルも発売される。 MA-015 チキチキモード搭載する RA-23T 基板に変更。それによってジャイロユニットを搭載可能となった。初心者でも安易にドリフト走行ができることを売りとした MA-015DEVO というシリーズも展開された。こちらはシャシー構造は MA-015 と同じ構造でジャイロユニットとドリフトタイヤを同梱したものである。 アウディ R8LMS フェニックスレーシング MA-020、ベイシャ CMA-0202013 年12月発売。MR-03 シリーズ同様、フロントのトレッドの変更が可能になる。リアにはダブルウィッシュボーンサスペンションが標準装備されるようになった。発売1ヶ月で、リアのトレッドもフロント同様、ワイドトレッドに変更できる。 オプションパーツが発売された。このリアトレッドの幅は、MR-03 よび MR-02 シリーズにおける LM モーターマウントを搭載した幅と同じとなる。MA-020 ベイシャシーセット2014年10月発売。ブラシレスモーター搭載型 MA-020 シ,シー。8500kV の X スピードベイ、ブラシレスモーターを搭載。 フルベアリング仕様。m a 0 2 0プロシャシーセット2015年11月発売。新しく MHS2.4GHz システムを導入したハイレスポンス仕様。別売のハイエンド送信機シンクロ EX-6 での仕様を前提に開発された。従来の ASF2.4GHz システムでも操作可能だがレスポンスは従来通りとなる。 8 5 0 0ルトの X スピードベイブラシレスモーターを搭載したフルベアリング仕様 MA-020 ベイプロ SP シャシーセット2016年11月発売主にモーター冷却系のオプションパーツを標準装備としたシャシーセットハードアルマイト仕様のアルミモーターカバーとアルミモーターホルダーセットのほか、ジャイロユニットを標準装備としたモータースリーブや モーターカバーは専用のアルマイトカラーとなり、メイン写真はブラックアウトされた。MHS 及びアスフにて操作可能。MA-020 スポーツ2014年12月発売。ミニッツオードの普及に向けて価格を抑えたレディセット。基板を専用基板に変更し FHS2.4GHz の KT-19 送信機を採用した。 従来の KT-18 や EX-5、UR-ASF といった ASF 送信機との互換性はない。ドリフトタイヤを標準装備したフルベアリング仕様とし、電池のセットだけですぐにドリフト走行を楽しめるよう配慮された。スポーツバージョン専用ジャイロに対応し、専用スペースとジャイロ調整ボリュームを装備。シ,ャシー単体でジャイロの機器を調整可能。 ありがとうございます。